今回のあらすじ。やめて、これ以上面白くないネタを披露し続けないで。しかも最後のネタはパフパフって、このままじゃ年齢制限まっしぐらだよ。今回スクエニがスケベすぎる件についてデュエルスタンバイ。ふうほう、とりゃ気にするな、ただの発声練習じゃ。優秀、待っておったぞ。演芸グランプリの第二次予選がそろそろ始まろうとしている。なるほど、黄金の女神像また持ってくるんか。ポポーラ地方の歩いていた時に魔物に盗まれてしまったスターキメラ。なるほど、スターキメラを倒せばいいと。はいはいはい、お任せください。サクッとやってあげますから。スターキメラごときね、多分簡単にいけます。空前絶後二次予選行きましょう。消えろ。持ってきたぞ。いい、ふう、よくやってくれた。黄金の女神像を取り返してくれたか。よし、二次予選を始めよう。今回の審査はわしかやから、お前はサポートしてくれ、頼んだぞ。なるほど。あ、審査は僕もできないの？まあ別にいいけど。では、これより二次予選を始める。参加するのは、海で漂流している時でもボケまくる、愛すべきバカ3組じゃ。海で漂流している時、それはだいぶですね。このうち、面白かった2組が、決勝戦に進出する二次予選のお題は、この、黄金の像からイメージして、何か面白いことをする。じゃ、難しいよ、さっきから。うわー、二次予選も、半端じゃねえ、難しさだ。まあ、クソおもんないのもそうなんだけどさ、お題がだいぶむずいんよ。これはお笑い界に伝説が生まれんなぁ。エントリーナンバー2。俺はテンションゲーだけで飯を食っていく。ブクレットの爆走芸人フップ。まあ、お前が落ちそう、一番落ちそうであるけど、もしかしたらダークホースかもしんない。ああ、僕の大事な黄金像が倒れてる。大事な黄金像をこんな風に扱うなんて、クソ。お前、お前、しまいにゃ。あ、こんぞ、なつって。つまんねえ。エントリーナンバー3。俺たちの喋りや、ディンジャーゾーン。お笑い界の下克上コンビ、ハパンとヘント兄弟。さて、どんな笑いを見せてくれるのか。この間な、うちの学校に新任の先生来たんだよ。へえ、どんな先生？そらがな、ずっと手挙げてて、しかも全然話さへんねん。うんうん。しかもな、なんか見た目、金ピカやねん。ほんまなん？あ、ちょうど先生来たから紹介したるわ。先生、ほら、こちらが新しい先生や。て、お前、新しい先生って、女の先生かい？すっごもどこそこかい？おー、なんかそれっぽいっすね。これはまあ悪くないんじゃないですか。会場は爆笑の渦、爆笑か。爆笑かはわかんないけど、まあ、ふふくらいは行きますね、これはさすがに。うん、暇つぶしにはちょうどいいね。その一言が物語ってんのよ。この大会のレベルの低さを。エントリーナンバー4。いぶし銀の輝き、今ここに、ここのお笑い職人、ホップブー。また、謎かけか？ホップブー75歳独身。尊敬する人は、しびれクラゲ先生。出ました、しびれクラゲ先生。黄金の女神像で、謎かけします。お本、黄金の女神像と書きまして、仕事をしない。二代目と解きます。船、その心は、どちらも、どうしようもありません。ねづっちです。ふむ、どうしようもないと黄金だけにどうしようもないをかけたんじゃな。まさに名人芸じゃ。すげえ！わあ、すごいな、普通に。普通にすごいけど、これありな。これずるくらいなんか今思ったんだけど、何のお題が出てもこれもう謎かけしちゃえば勝ちじゃん。もう、なんか、失敗も成功もしないみたいな。さて、これより二次予選の審査に入る。結果が出るまでしばしお待ちくだされ。ユーシスよ、お前の意見も後でわしに聞かせてくれ。いや、僕の意見は、さっきと変わりません。やはりテンション芸だけでやってるあいつは、思んなかったんで、あいつですね、落とすんだったら。3組とも入るべいちゃったなぁ。いや、これはもう、どう考えてもフップなんよ。ふむ、なるほどなぁ。よし。ユーシスの意見を参考にして、わしは決めたぞ。二次予選の脱落者はどうせ今言わないんだろ。
にしよう。ん？聞こえなかったか？ま、合格発表楽しみにしておれ。さて、審査をやってくれた。ああ、そうね。ありがとうございます、ルビアキンカ。はいはいはい。いや、これちょっと。頼むぞ。決勝戦。決勝戦。あの感じで行くんか。やっぱさ、コンビだと、ある程度それっぽくはなるよな。さてと、では合格発表を行うとしよう。あの空気が、ほと、癖になるわい。癖になるわいて。ヒュー！皆さん、お待たせいたしました。では、これより二次予選を通過した組を発表します。ご飯。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ブー！もう、字幕が出る前から言えるようになっちゃったもん。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ああ、踊りが毎回一緒。いや、一緒なのか。わかんない。違ったらごめん。違うかもしれない。ちょっと違いそう。じゃら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 じゃーん。ハパンとヘンと兄弟ホッププ。以上2組が決勝戦進出。うわー、予想通り。なんだ。そして残念ながら、二次予選の脱落者はフップ、お前じゃ。破れ明日が非常に惜しかったぞ。まあこれは建前上そう言わなきゃいけないですけど、正直、圧倒的な差でした。最後に何か言いたいことあるか。僕を二次予選で落とすなんてクソお前！お前しまいにゃ？あかんぞー！クソもんないやつだから落として正解だったな。うん。同じネタずっとこすってもあいつ、前回もそうだったもんな。うん。同じネタこすってるけど、実際にはダジャレを2回言っただけなんで、あいつはちょっと落とすべきですね。ではこれにて二次予選は終了じゃ。みんな次回は決勝戦で、と言いたいところじゃが、次回は恒例、審査員によるエキシビション。もちろん主役はユーシス。は？え、いや、聞いてないんですけど。聞いてないんですけど。もう、報復 Z は間違いなし。みんな、エキシビションでまた会おうね。いや、また会おうねじゃないよ。え？契約にそんなこと書いてなかったんですけど、おい！エキシビション？うわ、はめられた。ここで、辛口をする。踊る、踊るよ、私は踊る。あ、これ、この間あった人？今回の主役はお前じゃが、そういう契約内容に含まれてないよ、それ。It's a exhibition dance。やべえ、滑っちまう。うん。ああ、終わった。暇つぶしにはちょうどいいに言われちゃってるんよ。ああ、滑るんだな、次回。ワクワク。エキシビションワクワクしない。ドキドキ。怖くて震えてます、今。ガクブルエキシビションなんよ。なあ、プクレイ村長。先にそういうことは言っといてくれ。なあ、レビュー100だったわ。ランランラン、ランランラン、エキシビシビ。エキシビション。待っておったぞ、ユース。震災によるエキシビションをそろそろ始めようと思う。それを言われてないんよ。うわ、これはやられたな。最初の方にさ、辛口でいいよって言ってたけど、これ完全に辛口なんだから、そんなこと言うくらいだったら、おそらくこいつも、まあ、さぞ面白いことやるんだろうな、みたいな。そうやってハードルを上げて、滑らせるっていう、完全にやられたわ。新手のいじめ。エキシビションには場を盛り上げるための、エンジョイダンスがどうしても必要。その踊りを習得してほしいんじゃ。なるほどな。はいはい。ああ、どうせ滑るんだろうな。ダンスをして。なんか踊ってるなって。ふう、やってくれるか。エキシビションの主役はお前じゃからな。もう諦めてます。ミラー予知しちゃったんです、だって。暇つぶしにはちょうどいいねという言葉を。もう僕は絶対滑るんだなって。だだ滑りではないけど、受けてないみたいな。このすごい嫌な感じの受け方するんだろうなって。わかんのよ。こんにちは。踊ってら。君、また踊ってますね。私、踊りが大好きだわ。もう、かれこれ数十年、ここで踊ってばかりいるわ。あなたも、この踊りをやりたかったら、パプーラ地方の南、ペシュア地下空洞にいる、グリゴンダンスを10匹倒すだけでいいんですか？そしたら筋肉がピキンってなって、エンジョイダンスが身につくようになるわ。それ、その、なんだっけ？名前忘れてたけど、グリゴンダンスみたいな、そいつを倒すだけで踊れるようになるんですか？倒すんじゃなくて、なんか、習った方がいいと思うんですけど、しびれクラゲ先生みたいな感じで。あれ？なんだ？クエストクリー、10匹倒したよ。体中の筋肉、怖ー！筋肉が反応し、思わず体が動きです。グリゴンダンスを殺して、殺害した後に、
突然踊り出すの？怖すぎ、狂気しか感じねえ。ちぐさ、エンジョイダンスを覚えた。怖ー。旗から見たらやべえやつ。グリゴンダンスをボコボコにした後に殺害して息の根を止めて踊り狂う。怖すぎるんだけど、この状況が。あ、そっか、この街にいる人間だから話しかけられんのか。ホップ部とか、この人多分イブシギンだよね。あ、しびれクラゲ先生は言った。どんなにうまくいったとしても必ずどこかに落とし穴があると。だが圧倒的なパワーで芸をやれば、観客は落とし穴などには気づかんとな。わしにはまだまだパワーが足りんよ。おお、なるほど、そんなもんか。しびれクラゲ先生ね。そうだ、これさ、動画内だと多分しびれクラゲ先生って出てきてないと思うんだけど、あれなんだよね。僕一応クエストで一回だけしびれクラゲ先生と会ったことあるんだよね。会ったっていうか戦った感じなんだけど、スキルマスターっていうクエストがあって、その自分のスキルを割り振るために、まあそのクエストを受けることによってなんか100以上のスキルを割り振れるようになるってやつで、僕はそれをクリアしたことによって今だったら200まで振れるようになって、もともと100だったんだけど200まで上限が解放された感じなのね。で、その解放するクエストの途中でしびれクラゲ先生からなんか本をもらうみたいな、なんかエッチな本みたいな、そんな感じの本をもらう、なんだっけ、パフパフ本だっけ、パフパフの攻略本みたいな感じをもらうっていうやつがあって、その時にしびれクラゲと戦ったんだよね。しびれクラゲ先生とちょうど、ふう、よくやってくれた。エンジョイダンスを習得してきたか。なのでね、しびれクラゲ先生は一応知ってるんだけど。よし、ではエキシビションを始めよう。今回の主役はお前じゃからな。全力で盛り上げてくれ。頼んだぞ。まあ、あとそもそもね、しびれクラゲ先生の話はよく出てきてたし、前から知ってたし、なんだったら、あれ？メルサンディの、あれはしびれクラゲ先生じゃないのか？ It's a エキシビションダンス。Are you ready? One, two.ワン、ツー、スリー。ブー！じゃらん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 、エキシビション、エキシビションかなり楽しい、エキシビション。今回のメインは、ユーシス！あー！ユーシスだー！ Ladies and gentlemen、エンゲーグランプリの審査員による華麗なダンスをお楽しみください。ではユーシスどうぞ。まあ、笑わせなくていいんだもんな。踊ることが今回の第一優先なわけだから。でも踊りたくねえ、恥ずかしいよ。ほら、ユーシス、このままじゃ危ない空気になってみんな騒ぎ出す。まあ、確かにざわざわってしちゃうかもしれない。ざわざわ、静粛に静粛にってなっちゃうよ。ユーシスどうぞ。わかりました、エンジョイダンス踊るぜ。ヒゲを生やしながらな。みんなからこれプクリポイ見えてんだよな。僕も踊っちゃおう。わしもわしも。怖っ、この村。会場は穏やかな空気に包まれた。怖っ。うん、暇つぶしにはちょうどいいね。これ暇つぶしにはちょうどいいな、確かに。これにてエキシビション終敗や終了じゃ。みんな決勝戦でまた会おうね。このまた会おうねの部分だけ急にフレンドリーなんよ。はーい。エキシビション、つまんねえ。あ？決勝戦は、こんな和やかな空気にはならないぞ。ふ、よかろう。受けて立つわい。でも、このおじいちゃん、単純に、謎かけしかしてないよ。エキシビションは大成功じゃったぞ。決勝戦の前にいい空気にしてくれたんな。これは踊りを見せてくれたレイじゃ。あ、どうもこんにちは。こんにちはじゃないわ。どうもありがとうございます。プクランサクランね。はいはいはい。いやー、決勝戦。どうなっちまうんだ、一体全体。次、第5章だっけ？次回はそうだな。いよいよ決勝戦だから多分次回が終わりかな。どんなパフパフを見せてくれるか。ほっほっほ。今から楽しみじゃんな。次回予告見ましょうね。さて、これがラストになるんだろうな。ちょこちょこちゃんちゃんちゃんたららんたららんたらららんたららららん、史上最高のパフパフ見せちゃる。パフパフで謎かけをします。また謎かけしてんじゃねえか。あなたはまさか伝説の、うん、暇つぶしにはちょうどいいね。暇つぶしから出せていないんだけど、炎の決勝戦、結局暇つぶし程度なんだな、これは。いや、このグランプリがどうしてこんなにさ、大切な催し物としてさ、成り上がってんのかがわかんないんだけど。だって、一般的に見てもさ、
この暇つぶしにちょうどいいレベルなんでしょ。ふう、気負ったな、ユーシスよ。泣いても笑ってもこれが最後の審査じゃ。演芸グランプリの決勝戦といえば、パフパフネタなんだ。最高のパフパフ。パフパフといえばね、さっきも言ったけど、しびれクラゲ先生がいるから、あれかな？あ、そう考えると、しびれクラゲ先生を尊敬している、あの、おじいちゃん？名前忘れちゃったけど、いぶし銀の、あの人の方が有利なんじゃないの？最高のパフパフをやった組を優勝させよう。が、一晩、三点倒立したせいで、首が痛く、なんで三点倒立したんだよ。なんで3点倒立したかが気になるんだけど、これではパフパフ祭でもしんどいだけ。しかし、この役目を譲るわけにはいかん。会いたいというわけで塗り薬が必要。おいおいおい、道具やってお前。急に、全然今までと関係ないんだけど。ふう、やってくれか。ただ単にプックレイ村長のためのお使いをされてるだけなんだけど。全く今回の決勝戦と関係ないっていう。なんで3点倒立したんだよお前。決勝戦の前日に。ホップブさん。今回はあなたが有利なんじゃないですか？謎かけがお笑いになるのがわかんないけど。しびれクラゲ先生は言った。パフパフに王道なしとな。パフパフで謎かけ。ふっ、面白い。どこまでいけるかとことんやってみるわ。パフパフってさ、結構あの概念が難しい存在だからさ、なんか謎かけでは難しい気がするんだよな。そこがどう転んでいくか、今回の見どころになっているのかもしれませんね。こんにちは。いらっしゃいませ。うん、首くき塗り薬です。はい。おい、賢者エイドスが住みかとする洞窟の奥地って。いや、バルバラスだね、はい。あそこってでもさ、だいぶあれで、あ、ありがたすぎ、それは。いや、でも賢者の隠れ家の向こうってさ、アンルシアのストーリークリアするまでいけないんじゃないのか？いけるの？あ、え？もしかして僕はいけないと思い込んでいたけど、実は前からいけたってこと？だってさ、この奥地って、アンルシアの、秘技解放のために、エイドスが、行っていいよって言われたから僕行けるようになったけど、それまで行けないはずだよね。こんにちは。留守番エイドス4号です。3号と2号と1号はどこに行ったんでしょうか？なお、結界の向こうは大変危険ですが、関係者以外立ち入り禁止って言ってるけど、中に入れてしまうと。これ、いつから入れたんだろう？え？でも絶対ここだよね。さっき言ってた、バルバロッサがいるって言ってた場所。なので、まあ、とりあえず進んでいくけど、ここ別に試練とか関係なく入っていいんだ。地獄に落ちな。ふう、よくやってくれた。塗り薬を持ってきてくれたようじゃな。これで首の痛みが収まる。パフパフされても問題ない。パフパフされるってなんなん結局。これはレイちゃん、首が痛いとパフパフされ、パフパフした時に、あ、痛いってなっちゃうんでしょ？パフ、首の痛みが原因でパフパフできなくなる可能性があるんでしょ？どういう状況なんそれは。プックレイ村長に報告しましたと。あ、もうクエストクリアなんだ。ってことはもうこっからは、ストーリーを見るだけって感じになるのかな？よし、早速決勝戦を始めよう。さて、これで全てが決まるんだな。決勝戦。全く楽しみにはしてませんでしたけど。どうせ、いやでもどうなるんだろうな。まあ、おさ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。プーじゃらんらららん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 。ラディース&ジェントルメン。皆様ついにお待ちかねんの。演芸グランプリ、炎の決勝戦、ファイナルバトルのお時間がやってまいりました。勝ち上がったのは、笑いのためなら下着姿で世界一周もやってしまう、笑いに人生をかけた、この二組です。いや、フッポポだっけ？フッポポさん別にそんな感じには見えないけど、下着で世界一周するタイプの芸人には、優勝するのは一体どちらなのか？決勝戦は、これ、パフパフネタ、最高のパフパフネタを披露した組が勝優勝です。これは、もう最後まで目が離せません！見逃せません！うおー！パフパフー !R18! ソーレパフパフ！ソーレパフパフ！史上最高のパフパフを見せちゃう。パフパフって何なんだよ、だから。面白い。パフパフ謎かけで受けて立つ。これはしびれクラゲ先生のパフパフと一緒なの。だとしたら、だいぶちょっとやばそうな、マッサージに近いものになるけど、エントリーナンバー3、俺たちの喋りはデンジャラスゾーン。お笑い界の、下克上コンビ、ハパンとヘンド兄弟。実はね、前裏で、パフパフしてもらったんですよね、僕。
それだけ聞くとなんか下ネタみたいになるけど、パフパフしてもらったんですよ。だからパフパフ系経験者なんで、あれなのかなって感じになってんだけど、パフパフをやります。ちょっと助っ人に手伝ってもらいます。助っ人？助っ人のめめちゃんです。ではめめちゃんお願いします。はーい、大丈夫？めめちゃんパフパフするの？うわー、大丈夫ですかこれは。これはちょっと教育上よろしくない。うわー、めめちゃん、めめちゃんのパフパフ、ふわー、おい、やってんな、これは完全にスクエアエニックス。いや、これは完全にやってる。めめちゃんのパフパフ、ふおーは完全にやってんのよ。やってないとおかしいもん、これは逆に。えへ、より楽しむために目はつぶっててくださいね。じゃ、始めちゃいまーす。スクエニア、たまにそういうの入れてくるからな。パフパフとかも完全にだって意識してるもんな。うおほ、なんというボリューム。パフパフ、パフパフ。えい、えい、とりゃー。パフパフ、パフパフ。いや、今からパフパフネタやるんだよね。うおほ、ウヒ、この家畜、わしは生きててよかったー。え、美味しかったですか？パフェが2つで、パフェパフェでーす。今のアングルはやってますね。これは完全に。いや、実際違ったかどうかではなくて、スクエアエニックス側がね、ドラゴンクエスト側が、やろうとしていたかどうかが問題なんですよ。実際今やってなかったですけどね。パフェが2つで、パフェパフェ、パフェパフェ。はい、いいですよ。でも今ね、今完全にやってたんよ。この、丸い物体が2つ。中央に寄せてある。完全にやってました、今のは。会場は、なぜ今ので大爆笑になるんだ。エントリーナンバー4。イベシギンの、今ここか、今イベシギンの輝き、今ここに、ここのお笑い職人、ホップブルー。今のはどういうお笑いなん？パフェ二つ作ってパフェパフェって。ホップブ、75歳独身。尊敬する人はしびれクラゲ先生。パフパフで、謎かけをします。パフパフとかけまして、脳年齢と解きます。その心は、どちらも、柔らかさが命です。わかりません。パフパフがわからないから、柔らかさが命なのかがわからないけど、もし仮に、待てよ。考察できるな。だって、さっきの、パフパフって言われた時に丸いものが二つ。そして柔らかさが命。ドラゴンクエスト側がどういうイメージでパフパフを連想しているかわかるな。柔らかくて丸いもの二つ。うむ、うまいうまい。頭の柔らかさが肝心だからな。まさに名人芸じゃ。パフパフはなぜなのか教えてください。頭の方はわかってるよ。続けてもう一つ。お、さらに考察できるぞ。パフパフとかけまして。789と解きます。ほうほう。その心は、どちらも、天にも昇る気持ちです。パフパフは、柔らかくて、天に昇る気持ちなんだな。いやでもこれ、人によってパフパフのさ、イメージが違うって言われてたけど、そうだ、しびれクラゲ先生の柔らかくて、天に昇る気持ちのパフパフだったんだ。思い出した。そういうことか。あの二人のパフパフは、パフェのパフパフだったけど、しびれクラゲ先生のパフパフは、そうなんよ。マッサージみたいなやつをやられたんよ。なるほど。天にも昇る、銃にも昇るか、これはうまいな。やめてくれよ、ドラゴンクエスト。全年齢対象のゲームなんだからさ。そして、これが最後。まだあんの？これが最後。さすが決勝だけあって。いや、これはホップ部の勝ちよ。だってさっきのお笑いじゃないんだもん、消去法で。パフパフとかけまして、ここぞという時のザオラルと解きます。その、心は、どちらも、期待通りの結果には、ならないものです。は、あ、パフパフネタとは、なかなか期待通りにはならんからな。そうなんだ。わかんなかった、今。全然。あ、へーって。みんなが、喜んでるから、あ、そうなんだって。
大爆笑の渦。なんでなんだよ。これで大爆笑って。まあ、パフパフを理解している人間からしたら面白いんだろうな、多分。パフパフを知らないかなんか、身内ネタの時に笑えない人みたいな感じになっちゃってるけど。うん。暇つぶしには、ちょうどいいね。さて、決勝戦は以上で終了じゃ。優勝者がどちらも面白くて、構図つけがたい。どちらにする。一択こんなん。あっちだって、パフェ作っただけなんよ。村長、俺っちじゃ。俺っち兄弟の方が面白い。痺れクラゲ先生は言った。うまくできて当たり前。常に全力を尽くせとな。わしは全力でやりきった。悔いはない。あ、痺れクラゲ先生。何者じゃ。あなたはまさか、伝説の。あれはもしかして。僕は知り合いなんですけどね、実は。パーフ、パーフ。パーフ、パーフ、パーフ。パーフ。痺れクラゲス、どうしたこれどういう状況？クラクラしてるけど。混乱させられている。混乱してる。このほっぺぺ、勉強させていただきました。面白ければそれでいいということですね。これっちゃ小さかった。受ける受けないに関わらず、堂々とネタができる芸人になっちゃろう。まさか、痺れクラゲ先生が現れるとは、新しい時代が来たのかもしれないな。ならばわしに、優勝は決められん。これからの笑いを背負って立つ若者の感性に任せてみよう。嘘だろ。おい、やめてくれよ。お前が決めるんじゃ。ホップブです。でも、ハパンとヘンと兄弟って言ったらどうなるのかも気になる。でも僕はホップブです。嘘はつけない。やばい、わしもそう思ってとったぞ。文句なし。完璧なネタじゃった。今回の優勝は、ここのお笑い職人、ホップブー。絶対ホップブになりそう。この感じ。うわー、ホップブよ。見事じゃったな。何かコメントはあるか。しびれクラゲ先生は言った。勝って、へその緒を締めようとな。嬉しいが、これに慢心することなく。あーっと、もう時間がないようです。それでは皆さん。See you next 演芸グランプリ。バイバイ。このレベルか。おっと、終わった急に。いやー、暇つぶしにちょうどいい兄弟がいます。あ、でもな、そうだ、暇つぶしにちょうどいい兄弟が、いろんなところに、暇つぶしにちょうどいい兄弟視点なんだ。これは。完全に、しかもなんか3人組になってるし。謎かけと、あのコンビはあんまり相性良くないと思うんだけど。チャララン。チャララン、チャララン。しびれクラゲ先生。何しに来たお前。フィン。何しに来たんだお前は。あの時何を言っていたのか気になって仕方がないんだけど、終わったー！演芸グランプリ、名誉審査員、ありがとうございます。ある事件を解決、事件じゃないよ、これ全然。大会ないよ、ただの。今回は、歴代の中でも、最高の演技、嘘だろ。レベル低っ。僕、確か優勝したんだよね、確か。僕のあの死ぬ前の人。おい。これ死ぬ前の転生前のユーシス、あんま思んない可能性あんな。わしは非常に満足しておる。この世界のお笑いがちょっとわかんないんだよな。さてと、日常生活に戻るとするか、溜まってた仕事でもするかの。なるほど。ということで、終わりましたね。ブクレット村のサブストーリー。面白かったけど、面白くなかったです。これ難しいね。なんて言えばいいのか。その、面白かったよ、ストーリーは。ただ、演芸グランプリのネタは、クソ思んなかったです。